が型と出雲型の誕生によって来年にも、日本の空母は4隻体制となるよね。空母を4隻保有していること、または2タイプあることは何を意味するのか。そして戦闘機搭載に関しても議論される日本の空母は今後、どうなっていくのか気になるところだな。そうだね。さて今回は日本の空母の現状と課題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2015年10月に実施された海上自衛隊の観艦式は3年に一度行われる海自最大のイベントであり、当時の最大の目玉となったのが新鋭護衛艦出雲の初登場だったんだ。出雲は2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦であり、海上自衛隊の航空母艦としては、日向型の日向伊勢に続く3艦目となっていて、出雲は日向型に比べて一回り大きく、自衛隊最大の艦艇となって誕生したよ。また同年8月には出雲型の2番艦加賀も進水しており、現在は偽装作業が完了して試験航海も11月に行われ、この加賀が就役したことで、海上自衛隊は日向型と出雲型をそれぞれ2隻ずつ、合計4隻の航空母艦を保有することになったんだ。艦艇は長期にわたってドック入りする整備機関や乗員の訓練機関、そして実戦投入が可能な機関を必要とし、それぞれが3分の1ずつを占めるため、4隻体制となったことによって常時1から2隻の航空母艦が即応可能な体制を取れるようになったみたい。しかし、実はこの日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっており、まず、この動画を見ている人の中には日向型と出雲型は護衛艦であり航空母艦ではないと思っている人も多いだろうな。しかし、それは完全な誤解であり、海上自衛隊における護衛艦とは、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種であり、一般的には軍艦あるいは戦闘艦に該当する用語となっているぜ。例えば金剛型や愛宕型は護衛艦とされているが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているのと同様に、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際は航空母艦と呼ばれているからな。この航空母艦日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン、全長197メートルとなっており、出雲が就役するまでは海自最大の艦艇として君臨していたよ。主な艦載機は SH-60JKC ホーク哨戒ヘリコプターであり、3機を同時に初着艦させる能力を有するほか、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容可能なんだ。そして日向型の主任務は、我が艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する対潜作戦であり、そのため、単魚雷発射艦及びアスロック対潜ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を有し、航空母艦としては結構な重兵装であることが特徴的なんだ。一方で出雲型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルと、前述した通り日向型よりも一回り大きく、SH-60JK を5機同時に発着艦可能であるほか、格納庫内には15機も収容可能となっているぜ。しかし日向型のような単魚雷発射艦や VLS は有しておらず、最低限の自衛用兵装しか搭載されておらず、そのため潜水艦への攻撃は、SH-60 や両艦に委ねることになるわけだ。そして F-35B 垂直離着陸戦闘機の艦載を語る以前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型の日向型に比べ、より広範な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能が重視されているね。例えば日向型出雲型は共に手術室と集中治療室を備えているけど、病床は日向型8床に対し出雲型は35床も準備していて、そのため当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点としては、出雲型が優先されるだろうと考えられるよ。また出雲型の方が飛行甲板も広く、大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開するにも有利であり、これは、あくまでもどちらがよりその能力が高いかという話であり、日向型が上陸作戦の拠点となることも考えられるため、出雲型も対戦作戦の中核としての役割を担うことが可能ってわけだ。
そして日向型と出雲型の両艦いずれも SH-60JK の他に大型の輸送掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載させ、しかも必要に応じて陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューエイ、CH-47JJH ヌーク、V-22 オスプレイの運用まで行うことができるぜ。一見すると空母のような大隅型は劣気とした輸送艦で、上陸作戦に特化していて、ヘリコプターの発着艦も可能だが格納庫を持たず、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていないんだ。日本を取り巻く九州離島環境の安全保障における最大の課題が浮上し、これを解決することを想定した日本版海兵隊水陸機動団が発足する中、懸念されていたのが海上輸送力の確保だったよ。有事では第一空挺団による空挺降下や現地空港を活用した迅速な空輸も行われるだろうけども、多くの人員や装備を運ぶとなれば海上輸送に頼らざるを得ず、そこで必ず投入されるのが海上自衛隊の輸送艦大隅型というわけだね。大隅型が登場する前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を切望していて、日本政府も1990年代の PKO 派遣を鑑みて、海洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感した結果から大隅型3隻の建造を認可したぜ。それまでの海事輸送艦が海岸に乗り上げるホバークラフト型だったのに対して、大隅型は沖合に展開しつつ、LCAC 船艇や輸送ヘリを使った揚陸方法を採用する運びとなったわけだ。特に米海軍でもよく目にする LCAC 船艇は最高時速 92km という快速を誇りながら、戦車1両または大型車両3から4台を一気に海岸まで運ぶことが可能だな。大隅型の全体としては、陸上自衛隊の1個中隊に値する約330名の歩兵を乗せて、長期航行に備えた居住スペースまだ確保されているよ。一方、装備面では73式大型トラックならば最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を乗せることができるため、大隅型が3隻いたら1個連隊規模の輸送ができる計算になるということだな。また、海事艦艇として初となる全通式艦板を採用したおかげで、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリ乗り発着が可能となり、最近では改修工事も入り V-22 オスプレイの運用にも対応できるようになったぜ。ただし、前途したように航空機用の格納庫と整備機能はついておらず、アメリカ級強襲揚陸艦などと比べると航空運用能力は極めて限定的なんだ。ところが、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえも、収益時は空母や強襲揚陸艦ではないかと、一部の無知識人の指摘を受けたよ。格納庫を持たず、車両用エレベーターしかない大隅型が空母となれるわけもないのに、無理やりスキージャンプ台を設置したとしても、22ノットという速力と178メートルの全長では固定翼機の運用は不可能だよな。この格納庫がないという点は非常に重要で、これをもって大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦に分類されているわけだぜ。やはり、空母や強襲揚陸艦という表現は国家の威信財力の象徴として見なされることが多く、すでにそうした風潮は強く現れており、日向型出雲型に艦載予定の F-35B ライトニング2垂直離着陸戦闘機の議論がなされているくらいだからね。攻撃は最大の防御と言われるように、すべて日本を守るためにやっていることなのだから、もっと理解するべきだと思うな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月19日、中国メディアの新民版報が日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷鯨が川崎重工業神戸工場で浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載したよ。中国からすれば脅威だと言いたいんだろうが、裏を返せば日本の技術を認めていることになるよな。そうだね。さて今回は、この雷鯨について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
ディーゼル推進潜水艦としては世界最大級の大芸型潜水艦の4番艦雷芸が2023年10月17日に、兵庫県神戸市中央区にある川崎重工神戸工場において、新規建造された潜水艦の命名式及び進水式を実施し、雷芸と命名されたこの艦の名前の由来は第二次世界大戦前の海軍艦艇名を踏襲せず、初めて用いられたものとなっているよ。この雷芸の規模は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、主機関はディーゼル電気推進で、プロペラ一つの一軸推進式となっていて、排水量はフランス海軍の現役原子力潜水艦指を上回り、艦内に配備される乗員が約70名と少なくなっており、自動化レベルが高いと評価したんだ。寄港は2021年3月26日で、今後、偽装や各種試験を実施した後、2025年3月に部隊へと引き渡される予定だな。これを受けて10月19日に中国メディアの新民版報は、日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷芸が進水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載し必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうと指摘していたぜ。海上自衛隊の対芸型潜水艦は、前途したフランス海軍が運用する指級原子力潜水艦をしのぐ大きさで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては世界最大級と誇って良いだろうね。また、機動性や探査能力が同型潜水艦の中でも格段に向上しており、同型潜水艦が搭載する大容量リチウムイオン電池と先進ディーゼルエンジンをベースに、雷芸にはより出力の大きなディーゼルエンジン2機に換装され、発電パワーの増強に適応した新たなシュノーケルシステムが採用されたと紹介されていたぜ。これらの改良が事実であれば、通常動力型潜水艦でありながら、その機動性は原子力潜水艦にかなり近づき、実戦性が大きく向上することになるだろうな。さらに、潜水艦の生命線とも言える騒音面に関しても雷芸がスクリューではなく、最新型の原子力潜水艦に用いられるポンプ噴射式推進装置を採用しており、騒音の低減と同時に航行速度向上を実現した上でこれらの特徴を総合して、外部からは原子力潜水艦との差はもはや原子炉の有無だけだとの見方も出ていると伝えたらしい。その上で新民版報では、上海西方学院東北アジア研究センターのヤンジェン副主任が日本の通常動力潜水艦の発展傾向を見ると、現存の技術力を求めていることは非常に明らかだ。総合的な戦力において雷芸はなおも原子力潜水艦とは明らかな差があり、戦術的な運用には制約があるとはいえ、長期的に見れば日本の潜水艦部隊は必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうとの見解を示していたみたい。雷芸の外観形状は、従来の双流型潜水艦とほぼ変わらないものの、探知能力や静粛性が格段に向上しており、また建造時から女性自衛官ウェーブの勤務も想定して相応の設備を有しているのが特徴だね。また主要装備としては艦首に魚雷発射管を備えるほか、潜水艦戦闘管理システムや、艦首アレイ、側面アレイ、栄光アレイなどのソーナー装置、TCM 潜水艦魚雷防御システムを搭載していて、世界に最新式の誇る通常動力型潜水艦となっているよ。なお、雷芸を漢字で書くと雷クジラとなるのだが、この名称は冒頭でも話した通り旧日本海軍でも艦名に用いたことはなく、海上自衛隊も使用するのは初めてとなることも特徴として大きいぜ。まさに雷芸は日本が原子力を使えない状況下での最適解を求め続けた潜水艦建造技術の賜物と言っても過言ではなく、西側各国は原子力潜水艦を建造することに制約がなく、その有り余るエネルギーを使うことで本来なら改善すべきマイナス面を全て力技で隠しているような感じだな。逆に言えば日本が原子力潜水艦を建造してしまったら聖マジー能力の艦が建造できることは間違いないよね。確かに国内の有形無形の制約を乗り越えるために従来技術を極限にまで高めたわけだけど、
それでも基準排水量が3530トンだったイタリアの400型潜水艦に比較すれば、まだまだ小さいといったところかな。アメリカが原子力潜水艦を開発する際に手本とした400型潜水艦の後継として、さらなる進化を期待しているよ。日本の潜水艦は忍者のように世界でも類を見ないほどの静寂性に加えて、無音航行距離であり日頃の訓練などによる練度の高さも群を抜いており、米海軍の第7艦隊との合同演習では、何度も米空母の撃沈判定を出しているから驚きだよな。最新の潜水艦が次々に就役するけど、やはり後継者問題が出てくる懸念は拭えないよね。太平型潜水艦はディーゼル電気推進方式を採用しており運用に関しても原潜より優れているし、また、原子炉を止められない原潜は常に音を発していなければならないのに対して、リチウム電池で先行している雷鯨は探知されにくいという利点まで持ち合わせているぜ。海底の艦内においてペンを落としただけでも察知されてしまう探知能力船では、圧倒的な差を見せつけることになるだろうし、台湾海峡での秘密航行も実行できるなら、まさしく中国の脅威となることは揺るぎないよな。国産潜水艦の話題になると必ず日本の潜水艦は通常動力潜水艦が世界最高という書物やマニアの意見を散見するけど、その根拠はどこから来ているのだろうね。渦潮型の後継として建造された自衛隊初のティアドロップ潜水艦の騒音は、ジェーン年間ではうるさい潜水艦として分類されていたよ。今や中国が次世代の弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN の運用を2020年代末までに開始するという見方が出てきており、安全保障政策に携わるアジアの政府関係者やアナリストの間でもかなり強まってきているんだ。ロシアの技術支援を受けて静寂性が飛躍的に向上すると見られる中国海軍が運用するマル96型は探知が困難で、アメリカや NATO 諸国にとって脅威が増すことになり、海中の軍拡競争を一段と激化させる可能性も十分に考えられるよ。米海軍大学で5月に開催した会議で中国の原潜について議論しており、同大学の中国海事研究所が8月に発表した研究論文においては、新型艦の監視ははるかに難しくなると予測しているらしいな。ロイターが取材したアナリスト7人のほか、アジアを拠点とする3人の軍事顧問によると、この結論には信憑性があると言われているぜ。しかも、潜水艦の元乗務員だった海軍技術情報アナリストのクリストファー・カールソン氏がインタビューにおいてマル96型は悪夢になりそうだ。探知するのは極めて難しいだろうとも語っていたようだ。アメリカをはじめインド太平洋地域で軍事活動する各国は、軍の配備と有事への備えを強化する中で、核ミサイルを積んだ中国の原子力潜水艦を監視する取り組みを中核に据えてきたんだけど、マル96型が就役すれば、対応の強化を求められることは間違いなく、これが台湾有事に発展して第三次世界大戦を巻き起こすかもしれないよね。そのため、日本の海上自衛隊はもとより、海上保安庁も協力して警戒監視を強めなければいけないってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。さて今回はこのレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に起工。1994年6月に浸水、1995年3月に就役を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。
この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせた COGLAG 方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、胴体として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの007式 VL の試験や、新型単魚雷の12式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の一二式地対艦誘導弾を艦載型とした、17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思うぜ。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだね。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるかもしれないな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実写試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実写試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、一弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、に飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているぜ。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているな。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているよ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるんだ。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は 40mm、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ 2297 メートルを達成、これはマッハ7弱に相当するものだったぜ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるが、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよな。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも小型なものではないかとの見方が有力であり、
威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないよね。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているんだ。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるらしい。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているぜ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力をとどめているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だが、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているぜ。日本でも水上戦闘艦に連夜が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊が現在保有運用する多数の艦艇の中で、最大の規模を誇るのが出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻、1番艦出雲と2番艦加賀だよね。そんな両艦とも2023年11月に第1回目の航空母艦化改修工事が終了したぜ。さて今回は出雲と加賀が第1回目の航空母艦化改修工事を終えた件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。一番艦出雲は2020年度から2021年度の6月にかけてすでに第1回目の航空母艦化改修工事を終えており、その全通式の飛行甲板は今後艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型の運用に備えた耐熱ところ加工等を中心に実施されているよ。この第1回目の航空母艦化改修工事を終えた一番艦の出雲では、全通式の飛行甲板板上に F-35 ライトニング 2B 型が発艦時に目印とする黄色のトラムラインが新たに引かれ、大きな外観上の変更点となっていたんだ。今回の2番艦の加賀の第1回目の航空母艦化改修工事でも、こうした全通式の飛行甲板への黄色のトラムラインが追加されると同時に、1番艦の出雲に先んじてその先端部分の形状の変更が行われているみたい。2番艦加賀は2021年度の末から今回の第1回目の航空母艦化改修工事が行われたが、飛行甲板の先端部分を従来の台形状から四角形に改めており、外観上からもそれとわかる変化が画像及動画などでも確認できるね。
この2番艦加賀の全通式の飛行甲板の形状変更は、F-35 ライトニング 2B 型を運用するにあたって、その発進時の飛行甲板の面積を確保すると同時に、露天駐機等に使用可能な面積も減少させないことを考慮して行われたものとなっているぜ。今回2番艦の加賀はこれらの第1回目の航空母艦化改修工事を終え、2023年11月13日から17日にかけて5日間の海上でのテスト航海を行い、所属する第4護衛隊軍の第4護衛隊が母港としている広島県の呉基地へと戻ったな。2番艦の加賀のこのテスト航海を実施中とされる動画は SNS 上にも公開されているが、四角形に拡幅された全通式の飛行甲板の右端には、これまでと同様に一旦は工事のため撤去されていたシウイスも再び取り付けられていることが確認できるよ。2番艦の加賀は一旦通常の任務へと復帰を行った後、現時点では2026年度の末より第2回目の航空母艦化改修工事が施される予定となっており、最終的な完了は2027年度に終えることになるスケジュールだと目されているんだ。逆に1番艦の出雲は2024年度末から第2回目の航空母艦化改修工事に着手されることが決まっており、ここで四角形に拡幅された全通式の飛行甲板へと大規模な工事を施される予定で、2027年度中には完了の見込みとされて、もともと1番艦出雲、2番艦加賀の2隻の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、共にジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場で2012年から2015年にかけて建造された艦艇で、前者が2015年、後者が2017年に収益を果たしたものだぜ。建造時の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦の出雲が約1139億円、2番艦の加賀が1155億円の費用が投入されており、この建造費は最新鋭のマヤ型イージス護衛艦が1隻およそ1700億円ほどもすることに比すれば安価にも映るよね。まあそれだけイージス護衛艦は、搭載するイージス戦闘システムや兵装に関する費用が高額であることの裏返しとも言えるのかもしれないが、今後の新増艦は間違いなく1隻あたり2000億円にほど近い建造費となるのだろうな。さて出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だけど、海上自衛隊における艦式号は DDH と呼称されており、この艦式号が用いられた艦艇としては春名型、白根型、日向型に次いで4番目という位置づけとなっているよ。春名型は初のヘリコプター搭載護衛艦 DDH として春名比叡の2隻が建造されたけど、すでに2021年までに退役済みで、白根型も地羅根と鞍馬の2世紀が建造されたが、やはり2隻とも2017年までに退役を終えているんだ。春名型、白根型ともにヘリコプター搭載護衛艦 DDH とはいうものの、艦隊後部に大型の回転翼用の飛行甲板と格納庫を装備した作りであり、回転翼機を最大で3機搭載収容可能だが、同時乗り発着はできない仕様だったな。これが回転翼機の同時離発着を可能とすべく、初めて全通式の飛行甲板、いわゆる見た目の上からも航空母艦前とした外観となったのは前級である日向型からであり、回転翼機を最大で11機、3機の同時離発着が可能なものとなっているぜ。同じヘリコプター搭載護衛艦 DDH に分類されながらも、初期の春名型、白根型はその艦名も日本の山岳の名称から命名されており、日向型や出雲型などのように日本の旧国名が当てられている点には相違が感じられるよね。極めて個人的な見解ではあるが、日向型で旧国名を艦名に命名することによって、海上自衛隊においては回転翼機とはいえ母艦であるとする意図を明確に打ち出したのではないかと感じており、艦艇の位置づけが大きく変化したように思えるぜ。いずれにせよ日向型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦日向、2番艦伊勢ともに建造を受け負ったのは出雲型と同様にジャパンマリンユナイテッド社であり、この分野の艦艇を一手に引き受ける造船企業となっているな。春名型や白根型のヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、三菱重工業社や現在の IHI 社が建造していたことを考えても、全通式の航空母艦型の艦艇はジャパンマリンユナイテッド社が一手に引き受けている状態で、
今後もこの傾向が続くのかは興味深い点だと思われるよ。さて、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だが、その航空母艦化改修工事の費用は、予算上からはこれまで2020年度が31億円、2021年度が203億円、2022年度が61億円、2023年度が52億円と段階的に必要に応じて投入されているね。この中でも2021年度の予算額が203億円と突出して大きな金額となっている理由は、今回述べてきた2番艦加賀の全通式の飛行甲板の拡幅工事が行われたためとみられ、全体の中でも大規模な工事であることは間違いないんだ。したがって1番艦の出雲が2024年度末から行う第2回目の航空母艦化改修工事に関しても同様の傾向が想定されるけど、トータルで見た場合の2隻の航空母艦化改修工事の費用総額は優に600億円を超過すると単純計算でも考えられるよ。この航空母艦化改修工事の費用の総額を鑑みれば、前述した1番艦の出雲の約1139億円、2番艦の加賀の1155億円の費用と合わせ、少なくとも1隻あたり1500億円に近い額が必要となると見て差し支えないだろうな。そう考えると当初より航空母艦として建造していれば建造費の総額としては低減させられたのではないかという仮定も頭をよぎり、周囲の国々の軍事力の変化に左右されるとはいえ、先を見据えた防衛装備品の調達が一層求められると思われるぜ。費用面ということで言えば、出雲型が航空母艦化して艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型だが、日本はこれまで2020年度から2023年度の4年で合計20機、総額でおよそ2997億円ほどを予算として計上、取得を促進しているらしい。さらに来年の2024年度の防衛予算上には、F-35 ライトニング 2B 型を7機で総額1256億円での取得費用が盛り込まれており、これまでと合わせれば27機で総額4256億円、1機あたりの平均はおよそ157億円ほどを投入する計算となるみたい。日本は現時点で最大42機の F-35 ライトニング 2B 型を調達する計画で動いているけど、すでに今決定している2024年度予算分まででも母艦たる出雲型の改修工事費用を軽く上回る金額となっており、改めて戦闘機の高額さを認識させられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。